1998年の夏に放送された俳優反町隆史主演の連続ドラマ GTO がカンテレフジテレビ開局65周年特別ドラマ GTO リバイバルとして26年ぶりに復活する。新キャスト陣が一挙に公開され、俳優の岡崎紗恵、小手、深夜、矢切加子、畑めぐみ、日向亘、鈴木浩介の出演が5日、決定した。放送日は4月1日午後9時から。主題歌を4人組ロックバンドブルーエンカウントが担当する GTO は、藤沢徹氏による同名漫画が原作で、元暴走族の高校教師鬼塚栄吉が破天荒な行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。立場や損得とは無縁の教師鬼塚が本音をぶつけ合い、命がけで生徒に向き合うことで社会の裏側にくすぶっている問題を解決していく。GTO リバイバルでもかつてグレートティーチャーと呼ばれた鬼塚が問題だらけの高校に教師として赴任し、悩みを抱えた令和の高校生たちに鬼塚流の熱血授業を繰り広げる。